どうも、動画をご視聴いただきありがとうございます。中村凛です。皆さんは今までナルシストと呼ばれる自己愛の強い人に会ったことはありますか？ナルシストは人に嫌がらせをしたり、とても自己中で関わると有害な存在です。実は人口の 6% がナルシストだと言われていて、もしかしたら彼らに出会わない方が難しいかもしれません。ナルシストの人格を持った人は職場や友達などどこにでもいます。でも、もしナルシストが自分の親や兄弟だったら、自分のおじいちゃんやおばあちゃん、親戚がナルシストだったら、旦那さんや奥さんの親が、もしくは自分のパートナーがナルシストだったら、視聴者さんの中にも実際親がナルシストなんです、親戚がナルシストに利用されていますって言った方が結構多いですね。今日は、もし家族がナルシストだったらというトピックでお話ししたいと思います。このチャンネルではナルシストの特徴や彼らがどのように心理的に操作をするのかなど、ナルシストに関する情報を発信しています。ナルシストの相手をして困っている方や対処法がわからない方に向けて、いろんな状況で役に立つ対処法やテクニックをコーチングしています。サバートアグレッションやガスライティングについてもたくさん話しているので、このように検索していただけると探している動画がすぐに見つかります。このコンテンツが参考になった、役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いします。私は毒親育ちではないんですが、身近に毒親育ちがいて、家族がナルシストの場合、それがどういった関係性なのか今まで見てきたので、その話を参考に今日はお話ししたいと思います。まず、毒親と呼ばれる意図的に子供にネガティブな感情を持たせたり、子供を支配したり、子供に悪影響を与える親の性格を深く探ると、ナルシストにたどり着くことが多いです。幼少期や育っていく中で、うちはなんかおかしいとその異常さに感じながら、それが一体何なのか、どういったことが原因なのか、はっきりわからないことが多いと思います。親が否定的な発言を日常的に繰り返していたりすると、子供の自尊心を傷つけることになります。虐待っていうのは身体的だけではなく、感情的に操作したり、暴言を吐くことも心理的虐待に該当するので、子供のメンタルに大きく影響します。毒親を持つと大人になってもトラウマを抱えたり、悪い影響を与えます。支配的な親は自己愛が強いので、自分の思い通りに子供に要求し続けます。自分の思い通りにいかないと怒鳴ったり否定的なことを言って、自分の言ってることは 100% 正しいから言うことを聞きなさいと自分の考えを一方的に押し付けます。もちろん完璧な親はいませんし、誰にでも欠点はありますが、毒親の場合は子供を傷つけていても自覚がないんですね。彼らは人それぞれ違う価値観を持っているということを理解していないので、子供の意思を全く尊重せず、子供の意見を無視します。例えば、毒親の特徴はたくさんあります。子供を支配する、子供に価値観を押し付ける、子供を過保護にする、子供に過干渉になる、虐待的、暴言を吐いたり暴力を振る、子供を管理しすぎる、子供に罪悪感を植え付ける、子供の意思を尊重しない、就職や進路に必要以上に口を出す、子供の人間関係に口を出す、などが挙げられますが、実際ナルシストの特徴や行動にほぼ当てはまるんですね。誰でも失敗はしますし、子供の心配をするのが親だから、意見をするのは当たり前のことだと思います。子供が決めたことに対してアドバイスしたりすることは、とてもいいことだと思います。毒親は見かけが良くて、周りからいい人に見られていたり、この人は毒親だと判断することは難しいと思いますが、ナルシストに育てられた子供は、とても辛い思いをしている人が多いです。状況や家庭環境はそれぞれですが、このような支配的な親に育てられると、自由を奪われます。
頭ごなしに批判して抑え込もうとしたり、ルールばかりを作って子供に罰を与えます。毒親の特徴や行動を話し出したらキリがないんですが、このように彼らはとても操作的で支配的です。すべては彼らのエゴから来ていて、子供を支配できないとコントロールを失います。コントロールを失うと怒鳴ったり暴力を振るったり、もっと過干渉になって以前より支配的になります。毒親は自分が親である、自分があなたを育てた、私がいなきゃあなたはいないと本気で思っていて、そのパワーを利用して子供をコントロールします。実際ナルシストは親だけではなく、兄弟がナルシストだったり、親戚がナルシストだったり、おばあちゃんやおじいちゃんがナルシストな場合もあります。親戚がナルシストだったら、いい人のふりをして近づいてきて、最近どうしているの？と情報を得ようとしてきます。その情報は噂話をするためだったり、ナルシストは口がうまいので、人から細かい情報を覚えるのが得意です。人の噂ばっかりして、自分のとこはどうやねんって感じのおばちゃんっていますよね。あんな感じで自己愛の強い人は、人をけなすことが大好きなんですね。英語で Mind on your business という言葉があるんですが、まさにそれで、直訳すると自分のビジネスを気にしてなんですが、自分自身の心配をしろという意味なんですね。他人に干渉して口出ししたりせんと自分の心配すればという意味で使われるんですが、ナルシストが親戚の場合、この噂話をされたりする状況はかなり多いです。ナルシストは自分には一切間違いがなく、他人が自分の価値観と違うことをしていれば、それは間違いなんですね。自分が間違ったことをしていても、それは許されるべきだと考えます。他人が同じようなことをしていても、ナルシストは他人に完璧さを求めるので、彼らからすると、それは絶対に許されないんですね。なので、ナルシストから攻撃されると、罰を受けているように感じます。実際、私たちは何も悪いことをしていなくても、悪口を言ったりして、罪悪感を植え付けようとしてきます。相手に罪悪感を植え付けると、相手をコントロールできるので、それは彼らがターゲットを支配する戦術なんですね。私が悪いのかな？私が間違っているのかな？私のせいなんだ。ナルシストに狙われるとこういうふうに感じてしまいますが、それは彼らのマニピュレーションのせいで、絶対に自分のせいではないんですね。ターゲットにこういったネガティブな感情を抱かせることは、彼らが生きていく上でのエネルギーになります。どこまでネジが外れてんねんっていうのがナルシストなんですが、実際このナルシシズムは1998年に研究者によって人格障害と特定されているんですね。そして1968年以降、この前にご紹介した DSM と呼ばれる精神障害の診断と統計マニュアルに自己愛性パーソナリティ障害が正式に記載されるようになったんですね。ナルシストは多くの心理学者によって研究された性格特性で、人格障害は心の病気です。歪んだ人格を持つナルシストは、ターゲットをおかしい人扱いします。本当におかしい人格を持つのは、心の病気を患っているナルシストの方なのに、ターゲットを精神病扱いします。でも私たちは絶対に彼らの言うことを、真に受けてはいけないんですね。ナルシストは悪知恵が働き、とても操作的です。嘘をつく必要がないことまで巧みに嘘をつきます。すべては彼らのマニピュレーションで、自分が心理的に操作されているかもしれないと気づくには、まずこれらのことを理解することが大事だと思います。特にパートナーや兄弟、家族がナルシストの場合、自分がナルシストからの被害に遭っているということに気づき、その関係から抜け出すことは本当に難しいです。ナルシシズムは伝染すると言われているので、親がナルシストの場合、自分の兄弟もナルシスト、
またはナルシストに操られているフライングモンキーの可能性もあります。ナルシストによって特徴の出方やサイコパスの要素が混じったダークトライアドなど性格特性はそれぞれですが、こういったタイプの人が存在すると知らない場合、操作されてしまった時、ほんまに病んでしまうんですね。私は身近にとても操作的な人がいて、たくさんのイネーブラーやフライングモンキーなど見てきましたが、実際に彼らが取る行動と研究されている理論がはっきり一致するんですね。こういったパターンを理解して、彼らの戦術を把握することで、自分がナルシストになることや、彼らから攻撃されることを最小限に抑えることができます。親がナルシストで、兄弟もナルシストやフライングモンキーの場合、この関係はなんかおかしいなと感じることがあっても、それが一体何なのか気づくことが難しいと思います。私たちは実際それを見て、それが当たり前だと思っているので、自分だけがナルシストではない場合、その状況は困難だと思います。例えば、ナルシストが親で、兄弟がフライングモンキーだと、兄弟はナルシストである親をかばったり、彼らの行動を正当化します。フライングモンキーはナルシストの親がすることは普通、または当たり前だと信じ込んでいるんですね。家族や親戚内で定められた暗黙のルールが存在し、それに従わないと変な目で見られたり、悪口を言われたり、その関係性はナルシストではない家庭からすると少し異様かもしれません。でもナルシストの家族がいるという方は、この歪んだ自己愛の感覚を感じることができ、共感することがとても多いと思います。それだけナルシストの行動のパターンは同じだということなんですね。彼らが使う戦術は基本的に一緒です。兄弟がいる場合、ナルシストの親は自分がそのナルシストの家族のルールに反した行動を取ったとき、他の兄弟を使って私たちに罪悪感を感じさせようとします。他の兄弟と比べたり、ナルシストは自覚していないことがほとんどかもしれませんが、実際ナルシストはターゲットを兄弟やいとこなどと比較して敵対的な関係を作り上げます。ナルシストの家庭内では常に嫉妬などネガティブな感情が抱かれていて、例えば誰かに嬉しいことがあった場合、それに対して表向きではよかったねといい顔をしますが、内心では恨みや妬みを感じていたりします。また裏で悪口を言ったり、例えばどんな手を使ったんだろう、どうせ〇〇でもしたんだろうね、などかなり否定的な発言をします。根拠がなかったとしても、話の内容を大きく広げて噂話をしたりします。一方、お気に入りの兄弟には、ナルシストの親は基本的にその兄弟の欲しがるものは何でも与えます。こういった行為がナルシストを誕生させる理由で、実際に過度に甘やかしたり、子供を過保護にすることは、ナルシストの性格が形成される原因とされています。ナルシストの親や親戚は、お気に入りの兄弟やいとこについては、彼らを過度に褒めたり、いい部分しか周囲に話しませんが、ターゲットにした子供に関しては、ターゲットが秘密にしておいて欲しかったことや、人に言われたくないことなどを平気で言いふらしたりします。またはターゲットの子供について、否定的な発言を繰り返したり、〇〇はこんなにできるのに、〇〇はいつまで経ってもこんなんだから、など言って、ターゲットの子供の価値を下げることを平気で周りに言います。これは自分の思い通りにいかないから、子供を支配している行為で、自分の言いなりでいない子供に対して、ナルシストの親はかなり否定的で批判的なんですね。ナルシストの家族は暇があれば人の噂話で盛り上がったりします。それは自分のエゴを養う行為で、人
を批判することで、自分はどんなにすごいのか、自分にはどれだけ価値があるのか、ということを感じることができます。正直、いくら家族でも人の私生活や結婚生活などどうでもいいですが、ナルシストはそういった他人の話がものすごく気になります。ターゲットやフラングモンキーから情報を手に入れて、自分の気が済むまで噂話を楽しみます。面倒なのが、彼らは話を大きく広げたりするんですね。内容を少し歪めて話したり、細かい嘘を混ぜたり、大事な部分を伝えなかったりします。例えば、詐欺師は事実の中に小さな嘘を混ぜて人を騙します。ナルシストも同じで、事実ではないことを本当のことのように周りの人に話します。ナルシストにもたくさん種類があり、隠れナルシストと言われるカバートナルシストは、こういった行為を陰で行い、表面上では笑顔いっぱいの親切な人を装っているので、かなり立ちが悪いです。カバートナルシストはカバートアグレッションと似ていますが、カバートナルシストは心の中で人を見下す傾向があります。例えば家族や親戚の集まりでも、カバートナルシストはとても親切に声をかけてくれるし、見た目は本当にいい人です。でも残念なのが、カバートナルシストは、こういった人を不快にさせる行動を、あからさまではなく、受動的にとっていて、かなり悪質なんですね。家族がナルシストの場合、以前にもお話ししたイネブラという存在がいる可能性が高いです。ナルシストの問題行動を手助けしたり、ナルシストの家族やそのパターンは、イネブラーがいたり、フライングモンキーがいたり、かなりキャラクター化されているんですね。彼らはナルシストと共依存の関係にいて、その関係性や行動など全てが順調で問題ないように振る舞いますが、実際かなり深刻な問題を抱えていたりします。例えば、ナルシストが虐待的であったり、ギャンブルやお酒に依存していたり、金銭でトラブルがあっても、イネブラーは全く問題視せず、むしろナルシストをサポートします。ナルシストはフライングモンキーを作るため、もっと洗脳させるために、私たち家族はとても大事なものだと伝えます。家族はとても大事なものですが、ナルシストの場合、ターゲットやフライングモンキーを逃さないため、支配するために、こういったことを表面的に言います。例えば、ナルシストを避けていると、どうして会いに来ないの？私たちの近くに住んでいるのに、私たちのことなんかどうでもいいんだね。など言って、私たちが悪いことをしているように言ってきます。でもそれはマニピュレーションで、ターゲットがナルシストの親の問題を伝えても、まあまあそれがお母さんやん。とか、お父さんってそういう人だから、と言って問題を軽視するらしいです。では最後に、もし家族がナルシストの場合、このような難しい状況の中で、どのように彼らを扱えばいいのか、対処法についてお話ししていきたいと思います。まず一つ目に、境界を作ることです。彼らからの被害に遭わないように、できるだけ接触を避けます。連絡を取らないようにすることはとても大事だと思います。重要なことではないのであれば、連絡しないことも私たちの身を守るための手段のうちだと思います。そしてどんなことを言ってきても真に受けない、正直に受け止めない、切れてくるのであれば、そういう言い方をするなら話したくないとはっきり伝え、その場を直ちに離れます。物理的に家を出たり離れられない状況では感情的に距離を取ることが効果的です。彼らと話し合おうとか解決しようとかせずに、彼らが理不尽なことを言ってきたら、それが事実ではないことや自分の思いをはっきり伝え、別の部屋へ移動します。自分の意見が通らなくても無理に相手に分かってもらおうと納得させようとせずに、
相手をしないように心がけます。文句を言って暴言を吐いて怒鳴ってくるかもしれませんが、今自分は感情的に幼稚な人の相手をしているんだと自分に言い聞かせてみてください。まともに受け入れようとしても自分のエネルギーを奪われるだけなんで、心の中でかわいそうな人だなと思っておくこともできます。大人の見た目をした子供の相手をしているんだということを理解し、彼らはいろんなことを言っていろんな戦術を使って彼ら自身のレベルまで私たちを下げようとしてきますが、こちらは大人な対応を貫きます。決して感情的にはなってはいけないということではなく、冷静に対応することは自分からエネルギーを吸い取られることを防ぐことができるからなんですね。どんなことを言ってきても絶対に自分を責めないようにします。ナルシストは私たちのせいじゃないのに、自分の気持ちを楽にしたいから私たちに責任を押し付けてきます。彼らにされたことに対して恨みを持つ気持ちはわかりますが、復讐心を抱く必要は全くないんですね。彼らとの関係を抜け出そうとしているということは、間違いなく自分はナルシストと同じレベルにはいないということです。ナルシストの行動の異常さに気づいて、自分が前に向かって変わろうとしているということは、自分は感情的にかなり離れたところにいるということになります。それでもナルシストは下から引っ張ってこようといろんな戦術を使ってフーバリングを行いますが、彼らと関係を持つことが自分を苦しめ、それは自分が望むことではないのであれば、思い切って関係を切ってしまうことが一番の解決策だと言われています。専門の方が勧める関係の切り方や境界の設定の仕方など対処法はまだまだたくさんあるので、今後もこのチャンネルでナルシストと関わっている方に向けて役立つような情報を発信していきます。はい、今日はもし家族がナルシストだったらについてお話ししました。この動画が参考になった、共感したと思った方がいたら、ぜひ意見も聞きたいのでコメントお願いします。今後もこういった動画をどんどん配信していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定をオンにしていただいたら、最新動画をいち早くチェックできます。では次回の動画で。